皆さんこんにちは。学校法人角川ドワンゴ学園研究部事務局の中澤と申します。それでは時間となりましたので、本日は研究部特別企画、村山仁先生に聞く研究が生まれる時を開催いたします。研究部は昨年発足した学術研究を志す中高生のためのコミュニティです。学園の内外、全国からさまざまな学術領域で専門的な学習や研究活動を行っている中高生が集い、研究に関する知見を深めています。研究部では部員に研究に関する憧れや刺激を感じてもらい、研究を職業とすることに対するイメージをより具体的に持ってもらうため、研究者の方々のお話を聞く機会を設けています。今回はですね、東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構の村山仁先生をお招きして、一つの研究が出来上がるまでのプロセスについてじっくり伺おうと思います。聞き手は東京大学大学院工学系研究科特任講師の佐久道尚之先生です。そしてですね、また、今回の企画と合わせて研究部の二次募集も実施いたします。研究部に興味を持っていただいた中高生の皆様はぜひ応募フォームより応募していただければと思います。それでは早速ですけれども、佐久道先生よろしくお願いいたします。こんにちは、東京大学の佐久道尚之と申します。私自身もプロの研究者でして、専門はタイヤなどに使われるゴムやゼリーやソフトコンタクトレンズに使われるゲルなどに関する基礎的な物理の研究をしています。私が初めこの企画を聞いたときに思ったことは、今中高生の方々が自分で自由研究とかしていく中で、自分がやっている自由研究とプロがやっている研究は何が違うんだろうと、それ自分の過去のことを考えてみてもなかなかそういうところのギャップが分からなかったなと思っていて、で今回はその自由研究とプロの研究者がやっている研究、何が違って何が同じか、どうつながっていくのかというところに注目して聞いていただければいいかなと思っています。でまずは冒頭、村山先生に今回取り上げるご自身の研究についてご説明いただき、それを深掘りする形で研究がどのように進められているのかじっくり伺っていきたいと思います。それではお願いします。はい、皆さんこんにちは。アメリカと日本で素粒子と宇宙の研究をしている村山仁と言います。よろしくお願いします。で、いろんな研究をしているんですけども、最初はどんな研究をしているか、一つの例をお話したいと思うんですけれども、例えば私たちこの天の川銀河っていうこの銀河系の中に住んでるわけですよね。でこの銀河系の写真を撮った人もちろんいなくて、月まで行った人はいますけど、銀河系出て写真撮って帰ってきた人はいないんで、これあくまで想像図ですけども、一応観測に基づいてどういうところにどんな星があってどういうふうに動いてるかと見た上で作った図がこんな感じです。で今日収録している東銀座っていうのはここら辺にあるわけなんですけども、ここには私たちの住んでる太陽系があって、で中心からすごい離れてるんですよね。実は私たち住んでるのはすごい郊外です。で昔の人はその地球が太陽の宇宙の中心だとか、太陽が宇宙の中心だとか言って人が死んだりしてたわけですけども、どっちも全然間違いで、すごいこういう中心から離れたところにいます。で離れてるっていうことは、実はその私たちの住んでる太陽系全体がですね、銀河系の中でこう公転してるんだよね。ぐるぐる回ってます。でこれが実はものすごい速さで、なんと毎秒220キロで回ってるんですよ。で毎秒220キロってこれピンとこないと思いますけども、東京から例えば名古屋で 1.5 秒ぐらいですかね。ものすごい速さで、こんなすごい速さでぐるぐる回ってるのに、なんでこうビューンって飛んでていかないとかって、これが実はすごい問題だったんですね。でもちろん銀河系の中には星がたくさんあるので、その星からの重力で引っ張ってくれてるんだろうとは思うわけですけども、星は望遠鏡で見えますから、ちゃんと望遠鏡で観測して星がどんだけあって、どのくらいの力で引っ張ってくれてるのかなとこう感じをしてみますと全然足りない。ですから銀河系の中にあるのが星だけだとすると、で私たちは銀河というのは星の集めだと思ったわけですけども、そしたら引っ張ってくれる重力が足りないので、私たち太陽系はもう何十億年も動かしてこうビューンと飛んで出てっちゃったはずなんですね。なのにちゃんと収まってるじゃないですか。ということは、この銀河系の中にはその目に見えるこの星たちだけじゃなくて、他に目に見えないものが実はたくさんあって、その重力で引っ張ってくれてるんだっていうことが分かったわけです。で望遠鏡で見えないので、とりあえず暗黒ダークって言ってます。だけど重力を作ってくれるわけだから普通の物質だろうと。マターでダークマター、暗黒物質の名前をつけてるんですけど、なんだか全然まだ分かってないんですよね。でもとにかくこうやっていろんな研究してて分かったのは、私たちの住んでる銀河っていうのはこのダークマターの海の中にちょろちょろちょろって星があるんだと。でほとんどダークマターなんだっていうことが分かってきました。
で、まあ、そのダークマターはじゃあ何だろうってことはすごい気になるわけなんですけども、まあ、宇宙が始まった時にできたに違いないと。で、宇宙の始まりっていうのはそのビッグバンで始まって大爆発だったって話を皆さん聞いたことあると思うんですけども、そんなこと分かるのってまあ思いますよね。で、実はですね、ビッグバンって今でも見えるんですよ。で、遠くを見るとそこからやってくる光に時間がかかりますから、実は昔の姿が見えてる。例えばアンドロメダに住んでる宇宙人が地球を見ると、私たちまだ猿なんですよね。200何十万年昔の姿が見えますから、遠くを見ると昔が見える。で、今の宇宙は138億歳だってことが分かってきてるので、望遠鏡を使って頑張って138億光年向こうを見ると、あ、ビッグバンやってるって見えるんです。あっちを向いても、あ、ビッグバンやってる。こっちを向いても、あ、ビッグバンやってる。で、それを全部の方向を見て、その写真を撮って、それを無理やりこうギューって開いたっていうのがここに写ってるこの楕円型のこの絵なんですけども、ちょっと濃いところ、ちょっと薄いところっていうのがあるんですね。でもこの差っていうのはほんのわずかで、ビッグバンはほとんどのっぺらぼうだったって。この濃いとこ薄いとこの差っていうのは10万分の1しかなかったってこともこうやって写真が撮れてるので分かってるんです。で、10万分の1ってほんのちょっとですよ。例えば100メートルの深さの海があったとして、その上にこうちょろちょろ波があると、この波の深さが1ミリしかないっていう、それぐらいほとんどのっぺらぼうの鏡のピターってしたような感じののっぺらぼうの世界だったんですよね。ですから本当にこう写真をパッと撮ると実はこんな風に見えるはずなんですけど、それをすっごく強調して濃いとこ薄いところを区別したのがさっきの写真でした。でもそのちょっとのこのムラっていうのがすごい大事で、そのちょっと濃いところっていうのはさっきのダークマターが多いわけですよ。で、ダークマターが多いところっていうのはそこに物が多いわけですから、重力で周りのものを引っ張ります。で、もっとダークマターが集まる。で、もっと集まるともっと濃くなるので、もっと重力が強くなって、もっともっと周りのものを引っ張ると。そうするともっともっと濃くなるので、もっともっと重力が強くなって、もっともっともっと周りのものを引っ張ると。で、だん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 その濃いところと薄いところの差がこうはっきりしてくるわけですね。で、そうやった結果、こういうすごく濃くなったところっていうのに、ダークマターがすごくたくさんあるから、その重力で実は普通の私たちの体を作るような原子のガスが引きずり込まれて、それがガシャガシャ反応して光を出して冷えて固まって星ができて、銀河ができて私たちが生まれたんだと。だからこのダークマターがなかったら私たち生まれなかったんですね。で、これは吉田さんという研究者がやったこのコンピューターのシミュレーションなんですけども、コンピューターの中ではこのダークマターがないっていう嘘の宇宙もやってみられるわけで、そうするとこう138億年経っても全然コントラストができないので、星も銀河も皆さんも生まれない。ですからこのダークマター、暗黒物質ってすごい気持ち悪い感じがするんですけど、実はこれ私たちのお母さんなんですね。ダークマターなかったら皆さん生まれなかったと。だけどさっき言ったようにまだ正体が分かんないので、生き別れるお母さんです。これはぜひ一遍会ってみてありがたいと言いたいわけなんですけども、本当に誰も会った人がいないっていう、まあ、そういう存在なわけですね。で、それはじゃあ一体どういう人でどんなものなのかってこう会ってみたいと思うわけなんですけども、とにかく会ったことがないので、こういろいろこう当たりをつけて探すっていうのを今研究者が一生懸命やってるわけです。で、今一番たくさんの研究者がやってる当たりっていうのは、ダークマターっていうのは弱虫だっていう考え方で、弱虫っていうのはだからすごく恥ずかしい偉さんで全然何とも反応しないんだと。地球なんかスースー取り抜けてるんだっていう、まあ、そういうアイデアです。で、この弱虫って言ってるのは英語のウィンプを無理やりこう日本語にしたんですけど、もともとはほとんど反応しない、ほとんど反応しない、重い、つぶつぶっていうものの頭文字がウィンプ、まあ、それを弱虫って言ったわけですね。で、こういうものはもう宇宙の初めに多分たくさん作られた小さなつぶつぶの素粒子 で宇宙に今たくさんあって、で、実は皆さんの体を毎秒何千万個ものこのつぶつぶが取り抜けてるんだけど気がつかないんだっていう、まあ、そういうアイデアなんです。で、お互いにもこうスーッと取り抜けちゃうんだっていう、まあ、そういう考えなんですよね。で、最近その私がやった研究っていうのは、いや、ちょっと待ってみようと。で、そういうとお互いにすり抜けるようなそのダークマターだと実はうまくいかないんじゃないかっていう話が最近出てきたんです。もしかしたらそのスーッと取り抜けるようなものじゃなくて、ちゃんと大きさがあって時々ここゴツンとぶつかるんじゃないかっていう、そういうアイデアなんですね。で、大きさがあると何がいいかというと、実は銀河の中にどういうふうにそのダークマターが集まってるかっていうのを見てみると、すり抜けるダークマターだったら全然こう反発しないですから、重力で引っ張るだけでどんどんどんわーっと集まってきて、すごくこうたくさん溜まるところが出てくるはずだと。でも実際の銀河を見てみるとどうもそうじゃないみたいなんですよね。次のスライドで見せますけど、だから本当はこう大きさがあってたまにこう弾けて
で集まりにくいようなもんじゃないかっていうのを考えて、まあ、その研究をしてました。でそういう大きさがあるものを考えると実はすごい難しいので、まあ、それでまあ研究してこういう人たちと一緒にこの論文を書いたんですけども、さっきお話したようにあのダークマター同士こうすり抜けるようなものだと全然反発しないですから、すっごい真ん中にこう集まって、で銀河の中心にたくさんたくさん集まるだろうと思うわけです。だけど実際の銀河を見てみるとチカッとこんな感じ でこんな感じになるためには集まってきたかなと思うとコツンとぶつかって反発してこう散らばっちゃうと、そういうふうに考えた方がこ うまくいくんじゃないかと。で実際の銀河の分布っていうのはこんな感じなので、こっち のぶつかるやつの方がうまくいってますよね。でこういうぶつかる大きさのあるダークマターっていうのを考えましょうっていうのが私が書いた論文で、まあ、こうやって発表されて、で物理の世界ではこのフィジカルレビューレターズっていうのは結構すごく有名な雑誌なんですけども、そういうところにこうやって論文を発表して、ここに仁村山って書いてありますね。で結構注目もされてて、まあ275回いろんな他の研究者がこの論文を使ってそれを発展させるっていう研究をやってるって、これがまあ最近やってきた研究の一つの例です。はい、はい、あ村山先生ありがとうございました。非常に面白いお話で、多分まあこれ質問とかたくさんあるんでしょうけど、そう質問に関してはニコニコ動画だったりとか、ヤフーの、YouTube か、YouTube のコメント欄の方に、書いていただければ、最後の方にまとめて質問に答えようと思いますので、今の研究の話もいいですし、これから先話していく研究の出来上がるプロセスに関してでもいいので、どんどん質問をお寄せください。で、時間もありますので、どんどん行こうかなと思うんですけども、今のが研究の一つの例として、このような研究ってすごい壮大な研究でして、要は自由研究のような自分のやってる研究とすごいなと思うかもしれませんが、それはどう違うのかを見ていきたいということです。でそれで、これからですね、研究が進んでいくプロセスについてじっくりと村山先生に伺っていきたいと思っています。はい、でそこで、まずはじめですね、理論物理学の世界における問題意識の大切さというところをはじめにお話していただこうと思います。よろしくお願いします。はい、その研究するっていうことは今まで分かってないことを調べて、その説明をちゃんとつけるっていうことじゃないですか。だから何が分かってないかなっていうことを知ってるっていうのが実はすごい出発点なわけですよね。でそういうものは例えば身近な生活の中でたくさんあると思うんです。例えばここにご飯がこう写真に写ってますけども、あったかいご飯の上におかかを乗せると、そうするとこう上で踊るじゃないですか。皆さん見たことあるんですと思いますけど、どうしてだか知ってますか？ご飯があったかいので、ご飯のすぐ上の空気っていうのがあったかくなると、であったかい空気っていうのはこう広がるので軽くなるわけですね。で軽くなった空気っていうのは上にこうふーっと上がっていくと、でふーっと上に上がってくるので風ができるわけですよ。でその上に上がっていく空気の風でこのおかかがゆらゆらと揺れてるっていうのがこうやって皆さんこう見れるこのものなわけですね。よく考えてみるとこれ台風ができる原理と同じですよね。今台風5号が来てますけども、すごい暑い太平洋上の赤道の近くで温まった空気がうわーっと上に上がると、そうすると気圧が低くなっちゃって周りから空気が流れ込んでくると、それがぐるぐる回り始めると台風になるわけじゃないですか。ですから台風が生まれるのとご飯の上のおかかっていうのは実は同じ仕組みなわけですよね。でこうやって日頃の生活の中で、あこれなんでだかなってこう思うっていうのがそういう研究の始まり でその研究をしっかりやると、例えば去年のノーベル賞になった真鍋先生みたいに、その地球の気候がどういうふうにできているのかなっていうところまで発展していく。ですからこういう研究っていうのももともとの出発ではみんなこう身近なもんだと思うんですよね。でもう一つこれ例ですけども、例えばその私が自転車よく乗るのでチェーンが外れたりしてそれをこうつけたりすると、で手が油まみれになるじゃないですか。でもちろん家に帰ったらそれ洗うわけですよね。で油と水は混ざらないから、そもそも水でいくら洗っても油って取れるはずないですよね。でなんで油取れるのかっていうと、もちろんこう石鹸をつけるからなんですけども、石鹸っていうのは小さな分子でできてて、この分子の一つの側が水にくっつく、反対側が油にくっつくっていう特別な性質を持ってるんですよね。だから石鹸を使うと手についてる油汚れの油のところにその油がくっつく側の石鹸がこう引きつくと。だけど反対側は水に溶けるので、それで水に溶け出すっていうわけですよね。でそれで石鹸を使うと油汚れが取れるわけなんです。だけどもそれでも水で洗うと流れは取れないと。でお湯を使うと取れる。どうしてかっていうと、あったかいっていうのは小さな粒々がすごい元気よく動いてるっていうのがあったかい。で今日なんかすごい暑いですけど、暑い日っていうのはその空気の分子、小さな粒々がすっごいビンビン飛んでて、それが顔にバチ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 と当たるので、で体も熱くなっちゃって、ああ暑い暑いって思う。で寒い日はその空気がゆるゆる動いてて、であまり当たらないわけですね。
だからその手についてる油汚れがどんどん元気よく動いていると、まあ、手から剥がれやすくなって、でお湯を使うと油がよく取れるっていうわけですね。ですからこういうのも本当に分子の世界なんですけども、日頃の生活の中で実は経験しているので、あ、これどうしてかなと思うと分かってくるわけですね。で、私うなぎ大好きなんですけど、うなぎってすごいいい匂いするじゃないですか。で、匂いがするってどういうことだろうかと。で、これもこのうなぎあったかいので、あったかいっていうことはこの中の小さな粒々は元気が動いていると、その元気な粒が動いているので空気と一緒にふわーっと上がってきて、その粒々が皆さんの鼻の中に入るからこう匂いがするわけですよね。だから匂いっていうのもそういうもんだと。だからそういうふうに聞くと、実は私すごい一遍気持ちがなったのは、あの道を歩いてて犬の糞が落ちてて匂いがするっていうことは、犬の糞の一部が私の鼻の中に入ってきてるってことですよね。そう考えるとちょっと気持ち悪いんですけど、だからこうやって本当に日頃の生活の中で、どうしてかなって思うところからこう研究って始まるんですよね。で、一旦研究をして、あ、こういうことかって分かると、そこからまた新しい予言が生まれて、それをまた実験と観測で検証していくっていう、それがまあ研究のサイクルです。例えばこれ皆さんも小学校で習うと思うんですけども、なんでその春夏秋冬があるのかと。で、地球がぐるぐるこう自転してるわけですけども、自転の軸が傾いてて、で、あの北半球の夏っていうのはそのこの北半球の方が太陽に向いて傾いてるので、太陽からの光をいっぱい受けるんだと。逆に冬は南半球の方が太陽を向いてるので、北半球にはあんまりこう光が当たらないから寒くなるんだっていう話を聞くと思います。で、これを聞いた時にあの私が思ったのはですね、あ、じゃあこれはすごい面白いことがあるんだと。赤道に住んでる人にとっては北半球の夏の時にはこう下向いてますから光があまり足らないと。北半球の冬の時も今度上向いてますから光があまり足らないと。で、ちょうど太陽の真正面向く時っていうのは秋と春ですよね。ということは赤道に行ったら夏が2回あるはずだというふうにこう予言できるわけですよ。で、実際北半球と南半球ではこうやって夏と冬が反対だっていうのは皆さんも知ってると思いますけども、赤道に行ったら本当に夏が2回あるのかと。で、ちゃんと調べてみると、例えばこうナイロビ、ほとんど赤道直下の町ですけども、確かに北半球の春と北半球の秋が一番暖かいわけですよね。で、こうやって一遍説明を聞いて、ああそうかって分かると、その説明を使って新しいこう予言ができる。で、その予言をまた実際に観測とか実験をして調べていって、本当にそうかどうかって調べていく。で、こうやって研究っていうのをやっていくわけですよね。だから本当にその研究の始まりの問題意識っていうのは日頃皆さんが経験しているところにあって、で、そこから新しいものが出てくるんだっていうことです。で、これも例ですけども、例えば生物ですけども、こうやって秋になるとモミジがすごい綺麗ですよね。で、綺麗だなと思って、もちろんそれはすごくいいんですけど、なんで色が変わるかって考えたことありますか？で、冬になるとこの葉っぱからせっかく木の持ってる熱とか水が取られちゃうの で、木としてはその葉っぱがない方がいいんですよね。だからかわいそうなんだけど、葉っぱを見捨てて栄養補給を止めちゃうんです。栄養器を止めちゃうと葉っぱの方は今度養分が来なくなっちゃうの で、だんだんその本当にこう窒息していくみたいに、こうだんだんこう死んじゃっていくわけですよね。で、それでこうだんだん色が変わってるっていうのがこのモミジなの で、本当はすごくかわいそうな葉っぱなんですけども、で、こういう話はデートですると怒られますから、しない方がいいですけども、そういうふうに身近な現象っていうのは理解できるんだと。で、それが研究の出発点だと思ってます。で、とりあえずここら辺でちょっと一遍止めましょうか。はい、あ、じゃあ、はい、せっかくですね、僕はちょっとですね、一番初めの方の3つの例が面白いと思っていて、要は鰹節の話と、石鹸で手を洗う話と、あとうなぎですか、3つあったと思うんですけども、まあ、これらって、まあ、その日常に生活していて、まあ、中高生でも、まあ、疑問に思うところですよね。で、そういうのに興味持った中高生がいて、まあ、それをまあ自分の自由研究でするには、まあ、どういうふうにしていったらいいか、まあ、あるいは、まあ、本当にプロの村山先生のプロの方が本当にその論文にするような研究するにはどうしたらいいかと、その、まあ、2つ経路があると思うんですけど、これらの例で何かこれに興味を持った中高生がいたらどのようにアドバイスするかみたいなことをぜひお話しいただきたいなと思ったんですけど。そうですね、だからもちろんその研究っていうのは理論レベルがあるので、はいはい、その暖かい空気でこうやって踊るんだっていうだけで終わっちゃってもいいですけども、もうちょっと詳しく調べようと思ったら、例えばあの赤外線カメラを持ってくると。で、そうするとその暖かい空気がこう上にわーっと上がっていく様子っていうのがカメラで撮れますよね。そうすると本当に風があるんだとか分かってくる。
でもっとさらに踏み込んでいくと、そのあったかくなった空気っていうのがどういう温度でどのくらい広がってどのくらい高くなったかっていう、もっとその定量的って言いますけど、実際にちゃんと数字を考えて計算して、この踊ってる効果をちゃんと説明できるかどうかってところまでいくと。でプロの研究っていうのはまあそこまでいかないとやっぱり論文にならないわけなので、その大体こんな風かなっていうのはその定性的な理解って言いますけど、あ、まあこんな風になってるんだろうなっていうところから、実際にもっと数字を突き詰めていって、あ、確かにこうなってるのは間違いないなってところまで行くと。でその違いっていうのが皆さんのもしかしたらその高校の自由研究とそのプロの研究者がやってる研究の違いになってるかもしれないですね。ありがとうございます。非常によく分かったんですが、一つ付け加えさせていただくと、はいはい、それに加えて多分先行研究見るのも大事ですよね。そうですね、例えばそのさっきのおかかの話にしても、おかかじゃなくてもいいけど、そういうなんかふわふわっていうところについて先行研究何かないのかっていうのを分品を調べるのがかなり大事だと思っていて、そうですね、だから中高生の場合そこってかなり難しいですよね。そうですね、だからそこがだからやっぱプロだと大学に入ると大学の方で論文とか調べられたりするし、でそもそも論文の存在を知っていても中高生がなかなか英語の文献を調べるのは大変だということにはなるかなと思うんですけども。いや、それは本当にそうで、そのやっぱり最先端の研究っていうのは世界の誰も知らないことを世界で初めて理解する、説明するっていうのが最先端の研究ですよね。で、丘が踊るっていうのはもちろんその誰でも説明できることなので、残念ながら最先端の研究ではないですから、まあ、先行研究がもうあって、で論文もしかしたら書かれていて、でそれをあの人類はそれをもう知ってるわけなので、まあ、論文にはなかなかできないわけですけども、でも高校生の自由研究の時にはそんなことはまあむしろ気にしないで、自分が不思議だなと思ったことを調べて、あ、こういうふうになってるんだって、それができればもう十分だと思います。でもプロの論文っていうのはもう他の人がやったことっていうのはもう一遍論文書いても実は出版もしてくれないんですよね。だからもう本当に誰も分かってないことを初めて世界でやったって、でこれはすごいこと で論文書いた瞬間っていうのは世界の誰も知らないことを自分だけ知ってるって瞬間があるわけですよね。でこれは本当にワクワクするんですよ。そうやって先行研究があったかもしれないけども、それをさらに超えて世界で初めて新しいことを見つけたっていう、それがそのプロの研究の世界で、それ本当に楽しいです。ありがとうございます。なんかこれなんとなくその自由研究との本当のプロがやってる研究の違いというか、その同じところもあるし、そういうところで違いが出てくるのかなということが見えてきた気がします。その次も行きますかね。次行くと、それかじゃあ次のお話にじゃあしますと、もう確か次はあ、そうか、先生ご自身の問題意識の芽生えについてのお話にプレゼンに次、あ、そうか、これか、続きあれか、はい、これあれですね、まだそうか、アプローチで続きがあったんで、確かね、そうですね、問題意識で、その日頃の生活で思う問題意識のまた例の続きなんですけども、はい、例えばこう空を見上げると青いじゃないですか。で夕日っていうのは赤いですよね。でどうしてかっていうことなんですよ。でもともと光っていうのはその電気を持った粒に当たるって性質があります。ですから原子の中っていうのはこの真ん中にプラスの電気を持った原子核があって、周りにマイナス の電気を持った電子がうるうる回っているので、電子に当たったら光っていうのは跳ね返ることがあるんですけども、でも全体としてはプラスとマイナスでキャンセルしちゃってるの で普通は光がやってきてもその電気を持ってない原子に気がつかないわけですね。ですから空気の中にある原子っていうのは普通太陽から来るしか気がつかないわけです。というわけで、まあ、こう大気中にこう原子があっても光はこうスーッと突き抜けていくんですけども、こういう赤い光と違って青い光っていうのは実はその波の繰り返しが速い波長が短い光です。ですからこう小さいものに気がつけるんですね。赤いものは原子全体しか見えなくて電気持ってないから気がつかないんですけど、青い光は小さいものが見えるので、あ、中にこう電気持ったものがあるじゃんと気がつくと、それでこう跳ね返っちゃったりするんですね。ですから赤い光はそのまま真っ直ぐ行くけど、青い光は空気の原子で跳ね返ることがあります。でそういうことを知った上で、例えばこう夕日っていうのを考えてみると、夕日っていうのは太陽がこう下の方にありますから、遠くからこう空気の中をすごく長いこと光が通ってくるわけですね。で赤い光は途中の空気に気がつかないので、それもこうまっすぐ来るわけですけども、青い光は空気の中を長く通ってくるとどっかでこう跳ね返っちゃって届かないと。ということは太陽から来る青い光がみんないなくなっちゃうので、赤い光だけ届きますから、それで夕日が赤く見えるわけなんですよ。で一方こう空を見ると赤い光もスーッと行っちゃうわけですから、空のあっちの方に行っても跳ね返ってこないので私たちの目に入ってこないわけですけど、青い光はこうぶつかって跳ね返って私たちの目に入ってくるので、それで空っていうのは青く見えるわけですね。
だ単にこう普通、あ、今日は空きれいだな、青いなと思うだけじゃなくて、なんで青いのかなってこう考えてみると、こういう原子と光の反応っていうところまで行っちゃうんですよね。でこういうことをやっていくと、だん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 こう深いレベルの話になっていって、でこうだんだん小さい原子とか分子とか大事になってきて、これもっと分かりたい、これどうしてかなっていうことを思っていくと、だんだんその本当にプロがやってる研究の方に行くわけですよね。でその一つの例がこれなんですけども、これ本当に割と最近分かったことなんですよ。もう皆さんは生まれてたと思います、生まれてなかったかもしれないけど、21世紀に入ってから分かったこと。でなんで太陽が燃えてるのか。で太陽ってこう光と熱を私たちいつもくれてるので、そのおかげで皆さんこう暮らしてるわけですから、まあ、当たり前だと思ってるわけですけども、そもそも太陽はなんで光ってるんだろうか。しかも何十億年も光り続ける、これどういう仕組みなんだろうかって。でこれは、まあ、20世紀の初めぐらいに、まあ、いろんな人が研究して、これはこう原子をくっつけてエネルギーを出してるんだろうっていうことになってきたんですけども、でもこの反応が起きてるっていうのは太陽の中心で起きてて、いくら望遠鏡で見ても見えないんですよね。で太陽はものすごくこう熱いガスの塊なので、もう光がスーッと中を通ることができないですから、太陽の中見えない。でこういうことになってるんですよって言われても、でも本当なのってこう思うわけですよね。でもこの反応よく見てみると、この水素原子の中にある陽子って4つをくっつけてヘリウムができますって反応なんですが、本当に副産物でこのニュートリノっていうほとんど反応しないすごい恥ずかしがり屋さんの小さな粒が一緒に生まれるんです。ですごい恥ずかしがり屋さんなので、太陽みたいな大きなものでも全然反応しないでこうスーッと抜けてくるんですよ。ですから逆にこのニュートリノを捕まえることができれば、太陽の中心が見えるっていうことですよね。でそれをやった実験っていうのがあるんです。でこの太陽がこうやって燃えてる間に何でエネルギーが出てるかっていうと、もともとの反応の前の重さと反応した後の重さを比べてみると、重さがなくなっちゃってるんです。で小学校で重さは変わりませんって質量保存の法則って習うんですけど、あれ全然嘘で、重さなくなるんですこれ。でもそのなくなった分の重さがエネルギーになりますっていうのが、このアインシュタインの有名な式の E=MC乗っていう式で、 M が重さで、で C 乗というのはすごい大きな数で、ちょっと重さがなくなるとたくさんエネルギーが出るっていう式なんですね。で計算してみると、太陽は実は毎秒毎秒40億キログラムぐらい軽くなりながら、その重さをエネルギーに変えて光ってるので、あんな遠いところにある太陽からこんなにたくさん光と熱がやってきて私たち暮らしていくことができるんだっていう、まあ、そういうありがたい存在なわけです。で本当にそういうことが起きてるかって調べるためには、その副産物で出るニュートリノを調べたいと。ですっごいたくさん出てるので、こうしてる間も皆さんの体を毎秒毎秒100兆個ぐらいのニュートリノが取り抜けてるんです。でも感じないですよね。で100兆個ってピンとこないと思いますけど、日本の国家予算っていうのが100兆円なので、あれを全部1円玉にした数が皆さんの体を毎秒取り抜けてると思ってください。すっごい数でも全然感じないわけですよね。だから捕まえるのは大変なんです。でもすっごい大きな標的を作ったら、まあ、たまには捕まえられるんじゃないか。でそうやって日本の研究者が作ったのがこのスーパーカミオカンデっていうすごい巨大な装置で、まあ、水のタンクなんですけど、高さが40メートル、幅40メートル、まあ、ざっと15階建てのビルぐらいの大きさですかね。そういう巨大なタンクの中に水がいっぱい入っていると標的が大きいのでたまにはぶつかる。でこんなにたくさん来ててもこんなに大きな標的でもそれでも1日10個ぐらいしかぶつかんないんですよ。でもその1日10個をじーっと貯めて5年間待ってると太陽が見えます。でこれ地下1キロメートルの真っ暗闇の中にある水のタンクで撮ってるので光は全く来ないんですけども、ニュートリノはスースー入ってくるので、ニュートリノを使ってこうやって太陽が見えましたと。でしかもこれ太陽の中心が見えてるわけですよね。でこうやって太陽っていうのは、あ、本当に原子をくっつけてその重さをエネルギーに変えて光ってるんだってい こう現場を抑えることができたわけです。でこれはさっき言ったように、多分皆さんが生まれるちょっと前の2000年ぐらい、の頃 の研究成果なので、しかも日本で出た研究成果ですから、まあ、長いこと分からなかったわけですよね。ですからすごい身近な疑問で、太陽なんで光ってるのかなみたいなものっていうのも、もう長い間いろんな人が研究してやっとこうやって分かってきた。ですから本当に身の回りのものを突き詰めていくと最先端の研究に行くんだっていう、まあ、そういう例だというふうに思ってます。
ありがとうございました。一つ質問があって、普通に質問なんですけど、そこの、黄色くなっている写真っていうのは、ええ、可視光で見たらどこが縁になっているんですか？これ実はその解像度すごく悪くて、はいはい、太陽の大きさっていうのは本当にこの中でピクセル1個ぐらいしかないんですよ。あ、なるほど。ですごくこうじわーっと広がっちゃってるので、はい、これはなかなか改善するの難しいんですけど、はいはいはい、うん、でもちゃんと太陽の方向から来てるのは間違いなく来てます。はいはい、なるほど、ありがとうございます。そう、ニュートリノでもちゃんと太陽が撮影できるというところがすごい、ミソなんですね。ありがとうございます。なんかで今回だ、まず初めのところで、なんだっけ、問題視の大切さということで、おかかの話から始めて、このような壮大なニュートリノの話までお話しいただきました。で続きましては、先生ご自身の問題視の芽生えに関してお話しいただこうと思います。よろしくお願いします。では本当にその私の問題意識っていうのは、この日頃 の生活からこう不思議だなと思ったことから来ているの で例えばその宇宙の写真とかを見ると、こう不思議なことがやっぱり出てくるわけですよね。でこれは私たちが新しくスバル望遠鏡っていう望遠鏡につけたカメラで撮った写真なんですけども、これ見るとこれすごいの分かりますかね。これたくさんこう写ってますけど、これみんな銀河なんですよ。遠くの銀河です。でこれ見ると分かるのは、どこ見ても十分遠くまで見るとやっぱ銀河があるんだと。で昔の人はこう銀河っていうのは、私たちの銀河系の外にアンドロメダがあって、でもっと探して望遠鏡を使うと、あ、また銀河があった、またそこにあったって、こうポツンポツンと見つかってきたって感じだったわけですけど、もうこれ銀河びっしりです。どこまで行っても銀河いっぱいあるんですよね。でものすごくいっぱいあるので、例えばここら辺の近い銀河を見ると、遠くの銀河と重なっちゃったりしてます。このびっしり銀河がある宇宙っていうのはどういう仕組みになってるんだろうか、その宇宙にどうして私たちみたいなのがいるんだろうか。でこれはもうちっちゃな子供でも大人でもみんなこう不思議に思うことだと思うんですけれども、この大きな宇宙ってのはどうやって始まって、でこれからどうなるんだろうか、終わりはあるんだろうか、なんでできてるんだろうか、どういう仕組みでできてるんだろうか、でその宇宙にどうして私たちが生まれたんだろうかって、でこういうのは本当に別に研究者じゃなくても誰でもこう空をぼーっと見上げると思う疑問ですよね。でもう何千年間も人類こういうことを考えてきたわけですけども、これがやっと今になってだんだん科学の世界で力で迫れるようになってきてるわけですね。だからこういうことを知りたいっていうのが私のその研究の原動力っていうか問題意識です。で私たちどこから来たのかっていうことを考えたときには、その宇宙の昔を知りたいわけですよね。で宇宙の昔を知りたいと思うと、もちろんタイムマシーンがあればいいんですけど、残念ながらタイムマシーンないので、ドラえもんにちょっと作ってほしいですけど、だからしょうがないから、まあ望遠鏡で遠くを見ると、そうするとビッグバンが見えるってお話さっきしました。でそのビッグバンの写真っていうのがさっきお話したのはここなんですね。で残念ながらこれより昔は望遠鏡で見えないんですよ。どうしてかっていうと、さっきの太陽と似てて、その宇宙の遠くを頑張って見て昔の宇宙を知りたいって思うわけですけども、どん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 昔の宇宙に戻っていくと、小さな宇宙になって熱い宇宙になって中が濃くなっちゃうんですから、やっぱり光がもうスーッといけなくなっちゃう。で太陽と同じように見るのは表面だけで中が見えない。でそのビッグバンの表面が見えてるっていうのが、さっきお話ししたちょっとムラがある写真だったんですよね。でこれが138億年昔のビッグバンが見えてるのはいいんですけども、でも宇宙の始まりそのものじゃなくて、宇宙が始まってからもう38万年も経った後の姿しか望遠鏡では見えない。でここから先はどう頑張ってもものすごく濃く熱い宇宙なので光が通らないですから、絶対にもう見えないわけなんです。でもそれをなんとか調べたいとやっぱり思うわけですね。でさっきお話したように望遠鏡で見えるのはここまでなんだけども、私たちのお母さんのダークマターがどっかで生まれたはずだと。でそれを調べようと思うと、もっと昔に遡らなきゃいけない。でこの見える宇宙じゃなくて、もっとその前の宇宙を調べようと思うとどうするかっていうと、もう見ることができないのでやってみるっていうことになるんですね。宇宙やってみるんだ、ビッグバンやってみるんだ。もちろんビッグバンやっちゃって宇宙を作れたらすごいですけど、それはできないので、まあリトルバンをやってみるわけです。何言ってるかっていうと、この宇宙の中ですごい熱いところで、さっき熱いっていうのはちっちゃな粒がビュンビュン動いてるんだと話しましたけど、そのビュンビュン動いてるちっちゃな粒をぶつけてみるっていうのは、その実験室でやってみることができるわけです。で実際その原子核を作ってる中性子とか陽子みたいな小さな粒をぶつけてみるっていうのを、こう加速器っていう装置でやってみますと、たまにくっつくってことが分かります。そうするとこの赤い粒1個だけっていうのは陽子で、これ水素原子なんですけども、4つくっついたやつっていうのはヘリウムなんですね。
でどのくらいできるかっていうのが実験室でやってみると分かるので、その結果ビッグバンの灼熱の宇宙で水素とヘリウムが3対1できたはずだっていうことが分かります。で実際その望遠鏡で宇宙を観測してみて、宇宙にある水素とヘリウム見てみると本当に3対1なんですよ。ですからこれ実験室でやってみた宇宙っていうのが本当に宇宙の始まりに起きたことだっていうことがこうやって分かってくるわけですね。でこうやってその加速器という装置を使って宇宙の始まりを調べていくと、もしかしたらダークマターも作れちゃうかもしれない。そうすると宇宙が始まってからまだなんと100億分の1秒しか経ってない姿っていうのが見えてくるんじゃないか。でこうやって宇宙の始まりに迫れるわけです。でこれ以外にも加速器を使ってどんどんどん前に行くんだ、まあ、いろんな加速器、例えば日本で国際リニアコライダーを作ろうと思ってるんですけども、そうやって調べていくんだ。で本当の宇宙の始まりはこうインフレーションって言って、で宇宙の始まりは実はこの138億光年大きな宇宙が手のひらに乗るぐらい、原子よりも小さいぐらい、すっごい小さい宇宙だったと今考えられています。その小さな小さな宇宙をブワーッと引き伸ばした、そういうインフレーションっていう時期があったと思われていて、日本のその佐藤勝彦先生がその提唱者の一人なんですけども、その引き伸ばした時にゴム紐をこうやってブワーッと引き伸ばすとこうブワンブワン揺れますよね。それと同じように宇宙空間もブワーッと引き伸ばすと多分空間自身がこう揺れる。で空間の揺れっていうのはこう重力波っていう波 でこの重力波はさっきのニュートリノみたいにものすごいシャイですから、この灼熱高密度のビッグバンもそのままスーッとやってくるんです。でこれを捕まえることができればインフレーションが直接見えるだろうと。太陽の中心をニュートリノみたいに重力波を使うとこのビッグバンの本当に始まりのインフレーション見えるんじゃないかと。でこういう研究も今やろうとしてまして、そのため日本の JAXA がこのライトバードって人工衛星を上げて、でこの空間の揺れっていうのを観測しようとしてるんですね。ですから私が本当に日頃研究する時の原動力っていうのは、私たちどうやってここに生まれてきたのかな、ってもっと前に戻ってみよう、もっと前に戻ってみよう、もうその時何が起こったんだろう、どういうものがあったんだろう、そういうのが原動力になっています。でもうちょっと具体的に言うと、例えばさっきダークマターの話しましたけども、お母さんだと、でも正体分かんない、捕まえることができるんだろうか、実験で作ることができるんだろうか。で今の宇宙ではダークマターっていうのは宇宙の 27% なんですけど、もっと大きく 68% を占めているダークエネルギーっていう変な存在もあって、これ今の宇宙をこう引き裂いてるんですよね。どん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 宇宙の膨張を後ろから押して加速してるっていうすごい不思議な存在で、エネルギーがどんどん湧いて出てくるっていう、とっても変なものなんですけども、これも正体よくわからない。で私たちの知ってる原子っていうのは宇宙の中で 5% しかなくて、残り 95% はこのよくわかんないダークマターとダークエネルギーで、ダークマターは物を集めて銀河とか星を作ってくれてありがたい存在で、ダークエネルギーは宇宙の膨張を引き裂いて物もバラバラにするっていう役割で、このダークマターとダークエネルギーの せめぎ合いで宇宙の進化が決まってきたということまでわかってるんですけども、どっちも正体がわかんない、これもっと知りたい。でインフレーションの話もしましたけども、本当にそんなものがあったのかどうかっていうのはまだ分かってない。で実はこのインフレーションがこうブワーッと宇宙を引っ張るときに少しこうデコボコを作ってくれて種をまいてくれた。でその種がダークマターで育てられて星や銀河になったということなの でインフレーションがお父さんで、ダークマターがお母さんで、皆さんはその子供だっていうことなんですけども、どっちも会ったことないわけですよね。でよく分からない。でそもそもビッグバンなんて言うけど、その前何があったんだろうか。それからエネルギーが物質に変わる時には必ず物質だけじゃなくて反物質っていうのもできるんですけど、宇宙にはどう見ても反物質がない、なんでないんだろうか。でこういった問題を解決するためにはどういう実験をやったり、どういう観測したらいいのか、でこういうことを考えるっていうのが私が今やっている研究の原動力になってます。ありがとうございます。非常に面白かったです。でこれ今の話について、その元の話ですね、このテーマであった研究が生まれる時っていうテーマに戻った時に、今のもう少し具体的にスライドにしてもらってもいいですか。そう、これ要は僕自分が中高生の時考えると、僕も素粒子素粒子とかちょっと興味があって、で、まあ、いろんな本とか読んでたんですけど、そうするとここの疑問までは中高生でも行くと思ってて、要は本読んでて疑問に思って、
このような、まあ、疑問が湧きますよね。湧いたとしても中高生がこの疑問から研究まで行くのってなかなか大変だと思っていて、逆にプロの村山先生がこの問題意識を持ったときにどうやってその具体的な手を動かせるような研究に行くのかというところについて何かコメントとかあったりしますか？そうですね、だからこういう漠然とこんなこと分からないなと思ってるっていうのはもちろん出発点なんですけども、うんうんうん、それだけではじゃあ具体的にこういうふうにやろうってところになかなかいかないですよね、うんうんうん、で大事なのはこういうことを知りたい、ああいうことも知りたいっていうのをいつも頭の中に置いてることだと思うんですよ。でそういうことを置いてるとある瞬間パッとこうヒントが現れることっていうのがあるんですよね。で例えば人を話してるときになんかそこにヒントがあったり、他の人の研究を聞いてるときにヒントがあったり、まあ、場合によってはもうぼーっとこうお風呂に入ってるときにパッと思いついたり、ですからいつもその問題を考えていて、でこれ知りたい、あれで知りたいと思ってるときに、あこうやったら分かるかもしれないなっていう思いつく瞬間っていうのがある。でそれを大事にしてそれを育てていくと本当の研究になっていくので、そのぼーっとしてるとやっぱり答え出てこないですよね。いつも考えてるっていうのはすごい大事だと思います。でそれは多分作家の人と似てると思うんですけど、小説書く人は多分こう日頃生活しながら、あこの次の小説どういうふうな話にしようかなと、でこう例えば生活の中であこれってなんかネタになるかな、これ面白いじゃないって、こうだんだんこうネタを集めていって、それがだんだんこう膨らんでいって小説になるなと思うんですけど、そういうのと似てるかなと思います。うんうん、そうですね。それで多分中高生が先ほどの宇宙とか話をした時に何が違うかで、僕の理解ではやっぱり知識のストックとかトレーニング、ある種の研究のトレーニングをある程度積んでおいたことによって、村山先生だったらパッとひらめいて手が動かせるんだけど、中高生はストックがないしトレーニングもなってないので、どうしたらいいか分からないなっていうところは多分あると思ってて、それは問題意識があった時にその問題の難しさが自分の能力と そのギャップがやっぱあって、そこのギャップを埋めるような努力がやっぱ必要になってくるんですよね、多分。うん、それはやっぱりありますよね。そのもうすでにこれは分かってますっていうことを知らなかったら、その上に積み上げることはやっぱりできないわけなので、うん、やっぱりある程度その今までやられた研究の内容を勉強して、でそれを使えるようになってないとその先に行けないっていうのは残念ながらやっぱりあると思います、うん、ですからやっぱり高校生の段階ではその研究できないかもしれないけども、うん、大学に行って勉強したらできるようになるとか、大学に行って勉強したらできるようになるとか、そういう積み上げはやっぱりどうしても必要になってくると思います。でも意外なことなんですけども、結構その大学とか大学院に行かなくても高校生が不思議だなと思うような内容だけで、実は研究者が調べてなかったことっていうのは結構あったりするんですよね。例えば最近でもセミが出てきて、で教科書を読むとセミっていうのはその普通5日ぐらいしか生きないんだと、でその間にその相手を見つけるために一生懸命鳴いて、うるさいですけど、でそれで、まあ、子供を産んで、またその子供が地面の中で5年ぐらいこうがじっとしてるって話はありますけど、最近こう確か中学生がセミがすごく好きで、一匹一匹のセミの形もよく覚えてて、で観察していくと5日どころか10何日も生きてるっていうことを見つけたと話がありました。でこれは本当に論文になったんですよね。で世界のセミの研究者がびっくりしたっていうぐらいですから、意外とその積み重ねもちろん必要なんですけども、よく見てるとプロの研究者も見落としてた問題っていうのはあったりします。うんうんうん、そうですね、ありがとうございます。なんかいろいろとそう、次のアプローチの話も今入っちゃシームレスに入っちゃった感じです、あるんですけど、何かアプローチ付け足すこととかあったりします、この話で。じゃあぜひ。そうですね、はい、で研究を考えるときっていうのは本当にその意外なところにこうヒントが転がったりするの でずっとその問題を考えていて、いつもヒントを探していくか見つかるわけなんですけども、自分だけで考えてるとやっぱり結構行き詰まっちゃいます、うん、だからそのヒントが現れるというのは結構行き当たりばったりで、たまたま運が良くてヒントが出てくるという経験がすごくいっぱいあります。で例えばその研究者っていうのはよく国際会議とかに行って、世界から集まってくる研究者で同じような興味を持っている人と集まってこうお互いの研究の発表をしたりするんですけども、大事なのはコーヒーブレイクですね。で発表がずっと続いてて、しばらく休み時間があって、で外にコーヒーが置いてあると、そのコーヒー飲みながらこう食べてる間に、いや最近これ考えてるんだけどよく分かんないんだよねって言うと、あらでもそれってそういえばあの人やってたよと、でその人のところに行って聞いてみると、いやそれそうなんだよね、面白いんだけどなかなかうまくいかない、でも最近こんなこと考えてて、そうやって話が膨らんでいくうちに答えが出てきたりすることがあるんです本当に。ですから自分でじっと考えるのも大事なんですけど、いろんな人と話すっていうことはすごく大事で、やっぱりこういう人と人の相互作用から新しいアイデアが出てくる、新しい論文のテーマが出てくるって、そういうことは本当によくあります。
なんか伺った話で、その欧米の研究室の方がそういうなんかお茶の時間というか、そういうのなんかよく設けているとかいう話を聞いたことがあって、日本だとそれほどないんだけどって、実際そういうことはありますかね。その、例えばあの私が日本で作った研究所、このカブリスープス電気宇宙研究所、自殺できますけども、ここではあの3時 の, あのお茶の時間が義務ですということになってて、研究者はあの他には義務は何もないんだけど、お茶の時間に来るのは義務です。でそこで本当にこう議論している間に新しいアイデアが出て論文になったっていうのは結構あるんですね、本当に。ですから人と話をするっていうのはすごく大事だと思います。うん、あ、そう、なんかそれともう一つあって、そう、なんかこの間聞いた話で、どうして食べながらやるのかっていう話で、なんか食べると口を動かすから、口を動かすからなんかその会話がよく出るんだって話を聞いたことがあって、こんなことじゃないです。あの食べ物が置いてあるっていうのは多分理由は2つで、はい、1つは餌ですね。その義務だって言っても、そのさすがに研究者は研究の方が楽しいので、なんか餌がないと来ないっていうのはあって、はいはい、で美味しいものが置いてあるとまあこういうかなと思うって、はい、それが1つ。うんうんうん、でも2つ目はその食べながら喋ってるとなんとなくこうリラックスするんだと思うんですよね。うんうん、でそうすると普段だったらいや恥ずかしくて聞けないなと思うような質問もしちゃう、うんうんうん、もっとくだらないバカみたいな質問もしちゃうって、うんうん、でそういうこうなんかインフォーマルなこうざっくばらんな雰囲気を作るっていうのがすごい大事 で、うんうん、でそういうところで何気ない会話をするところっていうのが本当にその新しい論文のテーマになったりする。 そうですね、その2つの効果だと思いますね、食べ物を置いとく理由は。うん、まあ、そういう試みがどんどんですね、日本のいろんな研究室に広がっていけばいいなと思います。そうですよね、本当にね。今コロナでちょっと難しいですけどね。今コロナでどうされてるんですか。いやだから今は、ね、食べ物置いてないんですよ、はい、そうするとやっぱり、ね、餌がないので出てくる研究者も少ない。問題なんですよ。それしか問題です。なるほど、ありがとうございます。それからこのアプローチ、そうか、先ほど、ね、コメント出てたんですけど、この絵の説明がなかったからなんか分かんない人もいたみたいなやつ、一言だけ。これはここに絵に写ってるのはですね、アルキメデスっていう昔の古代ギリシャの人がお風呂に入ってる時にアイデアを思いついたっていう話なんですよね。でよく言われるのはその王様がこの王冠を作ったと。で純金で作ったはずなんだけど、どうもダマかされて中に銀が混じってる気がするんだと、確かめられないかと。でアルキメデスがすぐ分かったのは、その銀と金っていうのは比重、体積あたりの重さっていうのが違うので、それを調べれば分かるはずだってことはすぐ思いついたんですけども、でも王冠みたいな不思議な格好をしているものの体積を測るっていうのはちょっと難しいじゃないですか。もちろん溶かしちゃって塊にしたら体積があるわけですけど、さすがに王冠潰しちゃうわけにいかないので、この格好のままで体積を測るどうすればいいんだろうかって。でですね、お風呂に入った時にですね、お風呂のこのお湯、お風呂桶に浸かるとお湯がバシャーンとこう出てくと、その時に気がついたのは、お湯の中に、じゃ水でもいいんですけど、王冠をつけてどんだけ水があふれるか、その水を集めて体積を測ったら王冠の体積が測れるわけですよね。で重さをもちろん測りにかければ測れるので、そしたら比重が計算できると、うん、そしたら銀の混ぜ物が入ってるインチキかどうかっていうのが分かるんだっていうことを思いついたと。でそれがこの絵 で、うん、でそれですごい興奮して、よし分かったって、でこのスパタカのまま走って家に帰ったという恥ずかしい話があります。でさすがに現代の物理学者はスパタカで走りませんけども、でもこの分かったってこの気持ちっていうのがやっぱり研究の原動力ですよね。ものすごく気持ちいいです、研究を聞いた時は。うん、僕も気持ちはよく分かるし、何でしょう、一個なんかその京都大学の数学者で本当に裸で歩いて捕まったことがあるっていう聞いたことはあるんですけど、まあそういう本当に今気持ちは分かりますよね。そうか、それはちょっとまずいですよね。はい、そうですね、はい、ありがとうございました。じゃあ、ちょっと時間もそろそろあれなので次の話に行こうかと思います。次ですね、さまざまなプロジェクトに並行して研究することについてですかね、出会ってますね、並行して、はい、お願いします。その、はい、いろんなプロジェクトを並行してやるっていうのはその中高生にあまりお勧めはしないんですけど、そのプロの研究者っていうのはさっきお話したようにいつどこでヒントが出てくるかわからないので、である意味でこう保険が必要なんですよね。ちゃんと研究をやって論文書いていかないと、ある意味で食っていけないっていう、まあ、プロですからそういう世界なの で、ある程度いくつか同時並行してやってないとコンスタントに論文を書き続けるってことはできなくなっちゃいます。でやり方としては本当にこれやったらノーベル賞かもしれないみたいな大きな問題っていうのはやっぱり難しい問題だから簡単に解けないと。
それはそれで考え続けるんだけども、もうちょっと簡単な問題でちゃんとコンスタントに論文を書けるような題材っていうのも両方持ってて、でそれを一緒にやりながら研究生活をしていかないと、もう何年間も論文書けないみたいなことになっちゃうと、やっぱり研究者の世界では干されちゃう、残念ながらそこら辺は厳しいので、でそうやって並行してやっていくことで、やっとその研究者としてプロでやっていけるっていうところがあります。でも中学生高校生は研究やってその論文書けなかったらその高校を退学になるわけじゃないので、そんな心配しなくていいわけですから、その無理にたくさんのこといっぺんにやる必要はないと思います。むしろ1個に集中して、これ本当に知りたいと思うことを、まあきちんと考えていくっていうふうにやった方がいいと思ってます。いや非常になんか僕もそうだと思ってて、特に大学生大学院生でも多分一つ研究を終わらせるところまではやっぱり一つのことに集中しないと同時並行ではなかなか難しいですよね。なんでなんかまあそう中高生もそうだし、そう大学生ぐらいまではまあ何か一つ集中するということが大事だということですね。そう思います、はい、はい。ありがとうございます。じゃあ次に行こうと思います。解決までのプロセスに関して、の話、次の話お願いします。でそのヒントが生まれてこれやったらできるなっていうところまで行っても、それを実際に実行するっていうのは、まあ、いろんなケースが出てきます。でその解決本当に行くまでにどういうプロセスを踏んでやっていくかっていうのは本当にケースバイケースでいろんな場合があるんですけど、場合によっては今まで誰もやらなかったような実験や観測をやらなきゃいけないと。でそのためには大きな装置を作らなきゃいけなくて、それには時間もかかるしお金もかかるし、いろんな人がいないとそういうテクニックを持ってないと。で例えば今私がやってるそのスパルボン系のプロジェクトのスミレ計画っていうのがあるんですけども、これ始めたのは2009年ですから、もう12年、3年ぐらいやってるんですよね。でこれをプロジェクトでいやこれやったらいいなって思った後、とにかく人を集めなきゃいけないので、本当に世界中をいろんな研究所に行って一緒にやりませんかと、で声をかけて、まあ、ざっと100人ぐらい集めました。実際には日本だけじゃなくてアメリカ、フランス、台湾、ドイツ、中国、イギリスから研究者が来てて、まあ、そういうグループを集めるっていうのも時間がかかります。でそれぞれみんな今度お金を持ってこなきゃいけないので、みんなお金を集めるのもこうや時間がかかると。でお金が集まって今度じゃあ装置を作ろうっていう話になるんですけども、これも複雑な装置 でこれ装置を作るだけでもやっぱり何年間もかかるわけですよね。でこういう場合にはその本当にアイデアだけあっても実際にそれを実行して本当にデータを取って観測まで行くっていうのにすごい時間かかるので、その2009年に始めたと言いましたけども、観測が始まるのは多分2024年ぐらいで、でデータが出てその答えが出てくるっていうのは2030年ぐらいまでかかるので、こういう場合っていうのはやっぱりすごい時間がかかります。で加速器なんていうのはもっと時間かかることがあって、先ほどちょっとお話した国際リニアコライダーっていうのはもしかしたら日本できるかもしれないっていう話なんですけれども、開発が始まったのは1980年頃だそうです。で私は1990年ぐらいから関わってるんですけども、まだできるかどうかすら決まってないっていう、そうやって時間がかかるような研究がいっぱいあります。でも場合によってはちょっとこれ動画飛ばしますけども、アイデア勝負っていう研究もあるんですよね。でアイデア勝負の研究っていうのは大抵小さなチームで、あこの問題面白いからやってみようと、でパッとひらめいてあこれだって言ってこの論文になっちゃうって、まあ、そういうケースなんですけども、その場合には研究のペースが早いので逆に競争がすごい激しいです。で私が書いた論文の中で一番有名なやつの一つっていうのは、このスイスに住んでるイタリア人2人とアメリカ東海岸に住んでるドイツ人と、で私が西海岸に住んでて、まあ、こういうグループでやったんですね。で実際こういうね一緒に研究しててあアイデアが出てあこれだっていう答えも出たんですけれども、論文をじゃあ発表しようって段階になる前にこのリサ・ランドルって人がほとんど同じ内容の論文を出しちゃったんですよ。でこのリサ・ランドル人はこの宇宙の扉をノックするっていう日本語にもなってる本を書いたりしてて、でこれは本当に研究っていうのはどういうふうにやるのかなっていう、それこそこの研究のプロセスについて書いた本なので、ぜ皆さんぜひ読まれたらいいと思いますけども、とにかく論文が先に出されちゃったって、これはまずいやと思ったわけですね。で私の住んでる西海岸ではこうインターネットの論文出るっていうのが大体夜なんですよ。でそれで慌ててその一緒にやってる仲間にメールを送って、こんな論文出ちゃったよちょっとまずいじゃない、そしたらこのちょうど時差の関係でこのスイスの2人は朝仕事に出てくる時間だったんですね。ですぐ返事が来て、あよしじゃあもう1日で頑張って論文仕上げようと、でお前は夜だから寝ていい俺たち頑張ってやるからってこう仕事始めたんですね。
で論文を書き続けてだいぶそれは進んできて、でその次にこの2人がもう夜うちに帰る時間になるとアメリカの東海岸の人は仕事に出てくるのでこっちに渡って お前論文書き続けろと、で彼がしばらく書き続けて、で彼がこの夜になってうちに帰る時に私のところに戻ってきて、で私が論文を仕上げて投稿した。で1日遅れですけども、まあ、1日の差っていうことは、まあ、これは間違いなく独立の論文だということで認めてもらえて、まあ、それで今 の, 私 の, こう職業があるんだという感じなの で, で競争っていうのはやっぱり厳しいです、まあ、そういうような経験もありました。いや、ありがとうございます。非常に面白い話だったと思います。ちょっとこの今ちょうど、要は、スパンが短い、その短いペース、速いペースの研究と非常に息の長い時間のかかる研究2つ出てきたと思うんですけど、村山先生の場合はもう同時並行でそういう短いスパンの研究と長いスパンに広がってると思うんですけど、長いスパンの研究にその関わっている方も長いスパンの研究に主にやっている方もいらっしゃると思うんですけど、そういう時でどうされるんですか。同時並行でなかなか論文が出ないと思うんですけど、それはやっぱり辛いですよね、うん、でもちろんそういう長いスパンの研究だけですごい成功した人っていうのもいるんですよ。ケン・ウィルソンっていう人はノーベル賞も取られているようなすごい立派な研究した方なんですけども、まだちゃんと安定したその研究の仕事が見つかる前に5年間の任期のポジションがあったと。でその5年間の間で一本も論文書かなかったんですって。でもその任期が終わってさあ次どうするんだっていう時期に書いた論文がノーベル賞なんですよね。だそうやってもうじっくり考えてそのコンスタントに仕事をしてはいないんだけども、うん、本当に大事な問題だけやるんだと、うん、それで成功した人っていうのもいるので、うん、だからどういうやり方がいいかっていうのはやっぱりそれぞれ の個人個人のスタイルだと思いますから、うんうん、こういうふうにはなきゃいけないっていうのは、まあ、ないと思った方がいいと思います、うんうんうん。それぞれみんな自分のスタイルでやってるっていうのが研究者の世界ですね。なんとなくそういう例えば5年間論文がなくてっていう時に周りの人も大事かなと思っていて、要するに支えてくれる人というかその、まあ、パトロンじゃないんですけどなんか、ね、先生に見てもらえるとか あればいいのかなというのもするんですけど、そうですよ、ね、だから周りの理解っていうのはすごい大事ですから、その周りに自分の研究を理解してくれる人、うんうん、支えてくれる人、話し相手になる人って、うんうん、そういう出会いっていうのも私の研究の今までの生活の中ですごい大事でした、うんうん、出会いがなかったらもう自分は研究やめてたかもしれないなみたいな人もいっぱいいるので、うんうん、なるほど、ありがとうございます。そしたら次ですね、そうか、論文の投稿からアクセプトまでっていうところについてお願いします。で論文を書くっていうのはその研究者がやらなきゃいけない仕事なんですよね。で研究をしている時っていうのはやっぱすごい楽しくて、ああじゃないかこうじゃないかって一緒に議論したりとか一緒に実験してみたりとか、そうやってこうやっていくうちに答えが出てくるって、その、プロセスっていうのはすごくこうワクワクしますし楽しいです。で答えが出た時にはそれこそ裸で飛び出るアルケドメスみたいに本当に嬉しいわけですよね、うん、でそうやって答えが分かっちゃうと突然個人的にはねつまんなくなっちゃうんですよ。もう答え出ちゃったからでも出た答えをちゃんと論文にして発表するっていうのはやっぱり研究者がやらなきゃいけないことで、もちろんやった研究っていうのを世界の人に認めてもらうっていうのはやっぱり研究者にとっては大事なことですし、でこの論文書けてないとそれこそさっきの話で言ったように就職に響いたりするの でそれやっぱり発表しなきゃいけない。でしかもそのいろんな人に支えられて出た研究の結果ですから、やっぱりそれは支えてくれた人に返さなきゃいけないっていう義務でもあるので、まあ、論文書くっていうのはやっぱり必要なことです。ですごく面倒くさいです。本当に論文書くっていうのはさっきも出ましたけど、今までどんな研究があったかっていうのも全部調べてそれをきちんと引用しなきゃいけないですし、で自分のやった研究の内容が読んだ人に伝わるようにすごくこうクリアに説明しなきゃいけないっていうのもあまり簡単なことじゃないの で論文書くっていうのは結構しんどい作業です。でもそうやって書いた論文をいずれはその雑誌っていうのに投稿するんですね。雑誌っていうとなんかその漫画雑誌とかその月刊誌みたいなそういうようなものをちょっと想像しちゃいますけども、その研究の世界ではやっぱ雑誌っていうのは例えばこうネイチャーとかサイエンスとかこういうものの雑誌と言っていて、でその中にはそのいろんな人の研究者が書いた論文がいっぱい入ってるっていう、まあそういうものなんですね。でそれにまず投稿します。で投稿するっていうのは私がこういう論文書きました、ぜひその雑誌に出版してくださいっていうふうに送るんですね。でもどんなものも全部載せるわけにいかなくて、これ本当なのかなと、他にやってる人いなかったのかなって、本当に正しいんだろうかって、そういうことを審査する人がいます。でその雑誌を送る相手はこのエディター編集者っていう人なんですけども、このエディターが審査査読っていう言葉があるんですけど、それに回すんですね。で何をするかっていうとレフェリーに送るんです。
でレフェリーっていうとサッカーの試合してる時にピーってこうふ笛を吹くような人を想像しますけども、これでは送られてきたこの論文の原稿をその人に渡して、これ出版する価値があるでしょうかっていう、そういう審査をする人のことをレフェリーっていうんです。でそのレフェリーが読むと、いやこれはもう前から分かったことだから新しいことじゃないんでこれ出版しなくていいとかね、それからこれはつい最近あそこでやってる人と競争になってて、あっちの方がいい仕事してるからこれはボツですとか、結構ボツになるんです。でボツにならないように論文をうまく書くっていうのがここでまた必要な技術になってくるんですよね。でボツにならない場合でも、このままじゃダメだと、ここ直しなさいっていうコメントが来ることも結構あります。でコメントが来たらこれはまあ締めたもんで、直したら出版できる可能性があるわけですから、きちんとそのコメントを読んで原稿に手を加えてそこを直してもう一遍提出すると。でそれを見てエディターが、ちゃんと直ってるみたいだからこれだったらいいなっていうんで、やっと出版に行くということになるので、結構そこも大変です。で出版が今度決まったら最終的にも雑誌として印刷されるので、まずゲラ刷りが来てそれを構成して、でそれでちゃんと返して、で最終的にそれがオンラインでも発表されますし、雑誌として今度図書館に入るような出版物としても出てくるっていう、まあ、そういうプロセスです。ですから結構研究が終わって、ああ分かったっていうそのアルキメデスの瞬間から実際にそれが世界に発表されるまでっていうのは、だから時間がかかるんですよね。こんな感じです。はい、ありがとうございました。このあたりも要は中高生がするような研究と一つ違う点かなというふうには思うんですけども、中高生であっても研究してもう分かったでおしまいじゃやっぱつまらないと思ってて、その文化祭かもしれないし、この今回の研究部の方だったら研究部で、ね、発表会とかあるみたいなんですけども、そういうなんか発表するとかいう機会は大事だと思って、あそう今回そうか論文もですけど、学者の場合学会がありますよね。で学科の話がなかったと思うんですけど、ちょっと一応そうか中高生向けにその学会で発表する、要はなんか、ドラマとかでもあると思うんですけど、そういう学会で発表するっていうことと論文の投稿の違いについて多分中高生には分かりづらいと思うんです。その辺ちょっと一つコメントありますか？そうですね、やっぱ論文に投稿して出版されるっていうのは本当にこう最終形っていうか、もう全部調べた結果間違いありませんみたいなところに行ってやっとできることなんですけども、学会っていうのは研究者が集まって今やってる研究をお互いに発表し合う場なので、そこではちょっとまだ問題残ってるんだけど、とりあえずこう話をしてみんなの反応を見ようみたいな、そういうこともできます。ですから学会で発表するっていうのは実はすごくその研究のプロセスの一部になってて、最後まで行ってないんだけど、この辺で話をしていろんな意見を聞いたりとかアドバイスをもらったりしながら、それをさらに含めて最後のところまで持っていくっていうところの、ちょっと中間段階みたいなところっていうのが出てきますよね。そういう意味ではその 中高生の自由研究だったり研究部の研究活動というのも、なんか研究が進んできたらそういうなんか、そういう場があればぜひなんか応募して発表してもいいし、でも最後できたらなんかテキストベースでね、まとめるっていう作業がいいかなと。僕も自分で論文書いてて思うんですけど、最後分かったと思って論文書いてると、論文書いてる最中に分かったりするってことはよくありますよね。最後詰めていくとね、でその論文書くっていうのはさっき言いましたように、読んだ人が読んだだけでちゃんと分かるようにクリアに書かなきゃいけないわけですけども、クリアに書こうとするとそれまでちょっといい加減に打ち合ってた問題っていうのが、あれこれ本当のことよく分かってないなっていうのが出てくるんですよね。でクリアに説明しようとするために自分の頭がまずクリアにならなきゃいけないので、そのためにもう一遍考え直して、あそうかこういうことだったかってこう気づくっていうのは結構あります。でもちろん論文に書くじゃなくて発表するときでも、人に説明しようと思うと相手に伝わるように話さないと意味がないわけですから、伝えるように話そうと思うと、もう一遍やっぱりちゃんとクリアに頭をしないと話せないっていうのもあるので、ですからそういう発信する、論文でも発表でも発信するっていうのは自分の頭の中を整理するのにすごく大事なプロセスになってます。ですからもちろん皆さんも研究した場合っていうのは、ぜひそういう発表の機会を作って、で他の人に説明してみるんだと、でポスター作ってみるんだ、場合によっては論文書いてみるんだって、そういうところまで行くと、それまでこういい加減に打っちゃっておいた問題っていうのがそこで浮かび上がってくるので、本当に自分でちゃんと納得して理解した上で発信するっていうことができるようになります。で日本の学校は残念ながら発表の機会とかそのディベートする機会とかっていうのはあんまりそのカリキュラムなくて、もっと必要だと思ってるんですけども、ぜひそういう場を作ってですね、自分のやってることを発信する、でその発信したものにまたこう意見とかアドバイスとかフィードバックが来るっていう、そういう場を作るっていうのは研究するときにはすごく大事なステップになってます。
今なんかその日本ではなかなかっておっしゃったんですけど、カリキュラム上そのアメリカとかだともう少しあったりするものなんですか、うん、例えば私はずっとアメリカに住んでるんですけど、はい、子供のその、歴史の時間とかの話聞いてるとですね、はい、議論してるんですよ。で日本でその歴史の授業っていうと先生が黒板にこう延々とこう年号と名前を書いて一生懸命ノートを取って覚えなきゃいけないって印象があるんですけど、なんか子供の話聞いてると、なんでここでそのサラエボの街でオーストリアの高校たちが暗殺されたんだろうかと、それが第一大戦の勃発になるわけですけども、それをみんなある程度自分でちゃんと予習して勉強した上で、授業時間はそれ自分の意見を述べて議論するんだそうです。でそういう場があると、その正しいかどうか別としても、自分として自分の意見をまず作って、それを主張してみるっていう、そういう場になっているので、そういう経験っていうのは後になってすごくやっぱ役に立ってくると思うんですよね。ですからあの学校でもし授業でそういう場がなかったとしても、その研究をして発表するっていう場を作ると、そういうことの練習になる。で自分がやってきたことっていうのを相手に説得しなきゃいけないっていうのがポスター発表なわけですから、自分のやってきたことを説得できるようにクリアに説明するんだっていう、すごくいい練習になるので、研究自身ももちろん面白いですけども、そういうそのプレゼンテーション発表の練習っていう部分もすごく大事だと思います。まあ、じゃあぜひ日本の中高生もそういう場があったら積極的に応募してやっていければいいかなと思います。じゃあそろそろお時間で最後の項目ですね、今後の展望について伺いたいと思います。よろしくお願いします。ですね、今後の展望っていうのはその私の今後の研究の展望ってことなんですけども、はいはい、やっぱり分かってない問題っていうのはいっぱいあるんですよね。さっきあの原子核っていうのがその小さな粒がくっついて大きな粒になって、でエネルギーが出て太陽が光ったりだと話しましたけども、この原子核を作ってる力っていうのは強い力と呼ばれていて、でとっても計算が難しいんです。で実際にはもうスパコンを何ヶ月も回すみたいなすごい計算をしてやっと答えが出るみたいな世界なんですけども、でそれをなんとかもうちょっとこうサクッと理解できないかなって、やっぱりすごく頭の中でモヤモヤしてるところがあるので、そういうことを最近考えていますし、それからさっき言ったようにダークマターっていうのは時々ぶつかるんじゃないかと、で大きさのあるダークマターを考えるっていうのはこれも理論的に扱いが難しいので、まあ、そういうことも考えています。でそういうことを考えつつ、じゃあそれをやっぱり実験と観測で証明していかなきゃいけないので、そのダークマターを捕まえるために新しい実験の方法のアイデアを今考えたりしています。例えば量子流体のヘリウムっていう物質を使うと、それまで見えなかったような微妙な効果が見えていくんじゃないかと今思ってて調べてますし、これ地球で捕まえようと思っても周りにこう邪魔なものがいっぱいあって難しいと、で月で実験やった方がいいんじゃないかとかいうことも最近考えたりしています。でもちろん先ほど話したようにその望遠鏡での観測っていうのもすごい大事ですよね。で他にも反物質がなんで宇宙にないのかって話しましたけども、そういう可能性についてまず理論的な可能性を数え上げて一個一個調べていくっていうのは一つのステップなので、今そういう研究もやってますし、で大きな実験になってくるとお金もたくさんいるので、しょっちゅ うお金が足りなくなってその金策に困って走り回るっていうことも出てきます。これ取り組んでる問題の一つですよね。でつい最近なんですけども、これから10年か20年間アメリカの素粒子研究でどういう方向に行ったらいいかということをこれから検討する必要があるんですけども、その検討 の座長にさせられちゃったので、当分こういうこともやっていかなきゃいけないかなと思っています。はい、ありがとうございました。非常に貴重なお話いろいろ聞かせていただきたいと思います。それでは最後に質疑応答に移りたいと思うんですけども、はい、ニコニコ動画であったりその YouTube のコメント欄の方に、まあ、今でも質問していただければまあ、間に合えば質問に答えたいと思っているんですけども、まあ、そういうのを書いていただく時間もちょっと込みでですね、一応冒頭にこの今回の研究部でもうすでに活動している山下大輝君の方から、学校の山下大輝君が村山先生のファンだということで、ありがとうございます。ぜひということでこの現場に来ていただいて質問していただこうと思います。まず初めにじゃあお願いします。はい、スリカ学部グループの山下大輝と申します。はい、で私は今、森山先生と一緒でその宇宙の創生に関して興味があって、学習その分野を学習してるんですけど、新しい理論、例えば超弦理論やループ量子磁力理論などを勉強するっていうのはまだ実験で確かめられてないので心理的ハードルが高いと思うんですけど、それに対してなんか僕のような学生に対してそういう新しい理論を勉強する学生に対して何かアドバイスなどはありますか？そうですね、超弦理論はやっぱり結構難しい数学も使うので、そこら辺も勉強しなきゃいけないからやっぱりハードル高いですよね、
でもその研究をする時のやっぱりその勉強 しなきゃいけないって大変なので、モチベーションを維持するっていうのはすごい大事だと思うんですよ、はい、でモチベーションを維持するためには、なんかそのあここ の, その数学の教科書のこの行と次の行の間が分からないって言ってこう悩むことがあるわけですけども、はい、でそこで頑張れるって気になるためには、やっぱこう全体像をある程度理解してて、はい、ゴールがあそこだと、うん、でそう思ってるとここの一歩も頑張ってこう前に進めるじゃないですか、はい、そのゴールをいつも頭の中に置いてるっていうのが大事だと思うんですね、はい、でそのためにはその教科書ももちろんちゃんと勉強するんですけど、それこそ一般の紹介の本だとかテレビだとかも含めて、はい、で自分がやりたいのはあそこだなってい う, こう目標をこう思いつつ、実際にはその教科書を一行一行読むというふうにやっていくと、モチベーションが維持できて頑張れるんじゃないかと思います、はい、なるほど、ありがとうございます。村山、他に質問あります？大丈夫ですか？ぜひじゃあもう一つ。じゃあもう一個。いいですか？じゃあその村山先生の書籍で前読んだんですけど、ヒックスレスの理論を一回作ろうとしたみたいなのを聞いたんですけど、それ実際見つかったから間違ってたじゃないですか？間違ってましたね。その時そういうふうな、なんか新しい理論を勉強した時に、なんか見てとか作った時に間違ってましたって言われた時とか、そうどういう気持ちというか、そのヒックス粒子っていうのはそのちょうど10年前7月に見つかった新しい粒子なんですけども、教科書に書いてあったんですよね。でも教科書に書いてあったのをいくらこう考えてもですね、すごい気持ち悪くて納得いかなくて、嫌いだったんですよ。だからこんなのなしで済ましたいっていうので、ヒックスレス理論っていうのを提出したことがあるわけですよね、はい、で見つかっちゃったので、悔しいですけど、でも間違いだって分かるっていうのは、悔しいのは悔しいですけども、逆に嬉しいこともあって、はい、ではっきりとこれは間違い、これは正しいっていうこと、答えが出るっていうのが科学の進歩じゃないですか、はい、で逆にその間違ったアイデアでも、間違ったアイデアをちゃんと提出していて、これが間違いですってはっきりさせるっていうのが科学の進歩に貢献していることでもあるので、あ、なるほど、間違うっていうのはあんまり恐れない方がいいと思うんですよ、はい、でやっぱりその受験の勉強とかでその一点を気にする、そう生活をしていると間違っちゃいけないっていうのがこう先に出ちゃうんですけど、研究の世界はある意味で間違ってもよくて、はい、むしろ間違ったことをわざと言う人っていうのもいて、それが最終的にどれが本当かを調べるための、ステップの一つだというふうに考えられているので、間違うことを恐れる必要はないんですよね、はい、でやっぱり受験勉強だけやってると、何かを知らないと点が取れないから、知らないのは恥ずかしいと、間違ってるとやっぱり手が取れないのでこれはいけないって、そういう気持ちが強くなっちゃうんですけど、研究の世界では間違ってるのは今言ったにいいし、知らないことも全然気にする必要はなくて、その今まであった物理学の論文全部読んでる人なんかいませんから、知らなくてもいいんですよね、特に分野がちょっと違うと。だから知らないことはどんどん聞いちゃえばよくて、必要な時に知ればいいので、で全部覚えてるっていうのはコンピューターの仕事で人間の仕事じゃないと割り切っちゃった方がよくて、むしろ知らないのはどんどん新しい質問をするための原動力になってますから、知らない方がいいぐらいの時もあるんですよね、はい、そういうことは全然恥ずかしいと思う必要ないです、はい、なるほど。いや自分も受験勉強でちょっと間違っちゃう、ええ、だそういうことは全然気にしない方がいいです、元気もらいました、はい、ありがとうございます、はい、それでは山下君ありがとうございました。じゃあそれでは YouTube とニコニコ動画の方で出てきた質問について時間の許す限り村山先生にお答えいただこうと思います、はい、特に僕の個人的なあれで、研究そのものについての質問からいきたいと思うんですけども、はい、村山先生は日米両方で研究をされていますが、はい、研究室の違いなどがあれば教えてくださいという質問が来ています。そうですね、その文化的な違いっていうのはやっぱり結構大きいんですよね。日本人っていうのはすごい真面目で、こう周りの人と衝突しなくてこう、 うまくやっていくっていうのが上手ですから、チームで研究するときっていうのは結構少人数ですごい力になりますね。だから例えば日本の神岡でなんてすごい成功している研究ありますけども、ノーベル賞が2つも出てると、で結構少人数でやってるんですけども、やっぱりみんなでやるっていう力を集めるっていう力はすごくうまいなと思います。でアメリカ人はこう集まってきてもしょっちゅう喧嘩するのでなかなかこうまとまらなくて前に進まないっていうのは現実にありますね。
でも逆にそのしょっちゅう喧嘩してるっていうのは別にあの理由があってですね、さっき言ったみたいに間違っててもいいからともかくいろんな意見を出す、で最終的にその中で正しいものを見つけていくっていう、そういうやり方をするので、あのそれはあの生産的ではあるわけですよ。だからそのやり方がちょっと違う、文化的にやっぱり違うので、あのやり方違うんですけども、どっちもいいところがあるし、どっちもまあ悪いところもあるので、どっちの方が優れてるっていうことはないと思ってます。あの私のけど、あの IPMU の方ではそういう海外の文化を取り入れていこうというのがあるのかなと思ったんです。そういうことはありますよね。ですね、まあ、どっちかというと両方つなげたいっていうのが IPM の目標だったんですよね、はい、であのすごく残念なのは、日本ですごくいい研究してる人がいてもアメリカの人が知らないとか、はい、逆もあるので、そのせっかく同じようなことを研究してる人がつながった方がもっとうまくいくじゃないですか、はい、盛り上がるし、はい、研究も発展するし、でそういう場になればいいなっていうのが IPM のむしろ目標で、はい、あのアメリカスタイルもあるけど、もちろん日本の人もいて、大体その日本人とか半々なんですけど、そういう環境ができるとお互いのいいところをうまく使って研究を進めていくっていう場になるんじゃないかって、それがあの一番の狙いです。それはあの初め理念でそうあったとして、村山先生が実際やられて実際うまくいかれたか、どのぐらい成功したかなというのでいうと、あの結構うまくいってると思うんですね、はい、あの IPM に来た研究者の若い人っていうのは最初任期3年ぐらい あのポジションで来るんですけども、その8割以上の人がもうどっかの世界の大学でパーマネントポジションについてて、すごく研究で成功してます。で研究を続けなかったっていう人も、あの例えばその、最近の IT の企業に就職したりとか、十分いい仕事に就いてるの で IPM でやった研究 その経験っていうのが生かされて、いろんなところで活躍してる人はたくさんいますから、そういう意味ではあのすごく嬉しいですね。うまくいってるなと思います。非常にうまくて いいと思います。ありがとうございます。ただ次の質問に行こうと思います、はい、企業で研究をするのと学術研究機関で行うのとではどのような違いがあるでしょうか。うん、それはちょっと あまり答えられないと思うのは、企業で研究した経験がないので、ちょっと比べるの難しいですけども、もちろん企業の経験というのは最終的にはその企業の利益に結ぶことが目標なので、ある意味でその割とこう出口に近い研究、もうちょっとこれを頑張ったらこうやって製品にできてそれを売ることができるっていうに近い研究が多分多いと思いますね。で大学でやってる研究っていうのはむしろそういうところはとりあえず置いといて、本当にこうまず分かんないことをちゃんと理解したいっていうところから始まる研究が多いと思うので、その研究の性格がだいぶ違うと思います。あのそうこの質問に関しては僕はあの、要は、なんだろう、企業の研究者と近いところにいるので、じゃあ卓見さんご存知で、一つだけ言うと、答えてください。じゃあ一つだけ言うと、あの企業の研究と日本あの大学の研究で研究そのものの違いはないんですけど、企業の人って あまり論文書かないことが多くて、まあ、一つは標語的に言うと企業の人は論文書いても誰も褒めてくれないっていう言い方するんですよ、うんうん、日本の場合はあと大学の場合はちゃんと論文書かないと評価してもらえないわけですけど、企業の場合は論文書いても論文自体で評価してもらえるわけではないので、なるほど、論文書くモチベーションがそれほど湧かなくて、一個の、まあ、ある企業でそれは日本と、まあ、アメリカとヨーロッパに研究所があるんだけど、ヨーロッパの研究所の研究成果を論文で知るらしいです。あ、つまりなんだろう、企業内でもあまり共有されてなくって、要はそうするとなんか論文書かないっていうのはドキュメントに残さないので、結構口伝でいっちゃうというか、 なかなかその成果が継承されていかないっていう問題はあるのかなという気がしてますけど。なるほどね、うん、企業にもよると思います。でも逆に自分がやった研究が例えば製品になってみんなが買ってくれたりすると、多分やりがいはすごく感じるでしょうね。それはおっしゃると思います、まあ、その要は市場に出ていくというところでは非常に企業の方が楽しいところもあると思います、うん、じゃあ次行きたいと思います、研究者としての資質や実力というのは高校生の時点で分かるものでしょうかという質問が来ています。うん、それはすごい難しい問題なんですけど、研究者としてどういう資質が必要かっていうのは実はあのはっきりした答えなくて、いろんな資質が大事なんですよね。で研究者の中でも例えばそれこそその計算がよくできる人とか、物を作るのが上手な人とか、新しいアイデアを思いつくのが上手な人とか、コンピューターのプログラムを書くのが上手な人とか、そういういろんな人がいて研究が進んでいくっていう、まあ、そういう時代になってきているので、これができないと研究者になれないっていう、まあ、そういう感じではむしろなくなってきてます、はい、ですから自分のいいところっていうのは絶対あると思うので、それをうまく生かしてそれを育てていくっていうのがその研究者になるための一番大事なことかなという気がします。
どう思いますか、あの先生は。そうですね、僕もそう全く同じだと思っていて、いわゆるなんか高校生の勉強って数学得意とか物理得意とかっていうのはもちろん数学得意な人がそのままなるパターンもあるかもしれないけど、実際にはそこまでそこで秀でてなくても最終的に残ってる方ってたくさんいると思ってて、結局それは何で勝負するかにもよるのかなという気はしますよね。うんうん、得意を伸ばしていったらいいし、あと特になんか結構研究って息が長いので、結局なんか長いこと興味持ち続けられるのが大事なのかなという気はふわするんですけども、うん、いやそれはそうだと思いますね。うん、あの今年フィールズ賞っていうあの数学の世界でノーベル賞と言われてる賞を取った人の一人は、ほとんど学校の数学を落ちこぼれだったらしいですよ。でそれでも数学のあのノーベル賞クラスの人になれたりするわけなんで、学校の勉強ができるできないっていうこととその分野の研究ができるできないっていうのは結構違うことみたいですね。うん、やっぱり勉強っていうのはもう分かっていることを習って自分で使えるようになるっていう外から入ってくるプロセスですけども、研究っていうのは自分で考えたことが新しい結果を生んでいくっていう自分の中から外に出てくるプロセスなので、そのために必要なあの能力っていうのは随分違うんじゃないかと思ってます。そうです、ありがとうございます。じゃあ次の質問に行こうと思います。大学生向けの専門書を中高生の間から勉強しておいた方が大学生になって早くから研究をスタートしやすいでしょうか、村山先生はいかがでしたかという質問です。大学時代は大学生時代は研究とか全然やってなかったので、高校の時の知識がどう役に立ったかということには答えられないんですけども、すごく自分として大事かなと思うのは、なんかこう特定のことにすごくこう絞ってそればっかり勉強するっていうスタイルよりも、いろいろこう幅広く知ってて、でその間の関係が分かってるっていう勉強の方が後にとって役に立つ気がします。っていうのは自分が例えば研究者になるとしても、どの分野の研究者になるかっていうのは高校時代にまあ普通分からないですよね。ですからあることばっかり勉強しててもそれが役に立たないかもしれないし、でもう一つはやっぱり研究の世界っていうのも一つの分野でゴーッと突き止めていくと、やっぱ壁にぶち当たってこうなかなかこう先に行けないことがあるんですけど、ちょっと横を見るとスーッと行けたりとか、で帰って戻ってくるとその壁にぶつかったのを回り込んで向こうに行けるようになるとか、でその広くこう視野を持ってると違う方向性とか問題の回り込み方が見えてくるっていうのが自分の経験で多いんですね。ですからすごくこう狭く突き詰めていくっていうよりも、ある程度こう ぼやっと幅広くいろんなことを知ってる方が後で研究に役に立つんじゃないかと思うので、すごくいろんなことに興味を持って好奇心が持ってるっていうのが大事かなと思います。つまりまあこれですと、質問された方は多分中高生で多分研究者になりたいんだけど、まあ今どうしたらいいかで、それ早く勉強した方がいいのかっていう質問だと思うんです。それ自体が役に立つというよりは、なんか今おっしゃったようななんか問題意識をちゃんと持っていくということになるってことですね。そうですね、問題意識を持っていて、はい、そのいろんな例えばさっきのその葉っぱが角刈るやつも、そのやっぱ物理の側からすると木っていう存在が葉っぱから表面からこう熱や水がなくなるっていう、その物理的なことを、はい、木っていう生物の立場から言うとそれを永久ほど呼吸を遮断することでそれを防ぐっていう、その違う分野のものが結びついてさっきの理解になるわけなので、で1個のことだけやってても分からない、でもいろんなことを知ってると分かるっていうことたくさんありますよね。はい、でそういうことを知っててほしいなと思います。はい、ありがとうございます。いっぱい質問で次もいきます。論文の投稿についてなんですけれども、はい、論文に書く文化がなかったら科学の発展は加速するのか遅くなるのか気になりますという、これコメントみたいなんですけど、それは難しい問題で、その論文を書かないで済んだらもちろん時間がロスしませんから、その分研究ができるといえばできるのかもしれないですけども、そうすると他の人にその研究の成果を理解してもらう機会がなくなっちゃうわけですよね。で一人だけでわーっと研究できるような人がもしいれば、そういう天才的な人は論文書かなくてもどんどん研究するのかもしれないですけども、ほとんどの研究者私も含めてそこまで天才じゃないので、やっぱり他の人といろいろやり取りしながら研究が進んでいく、そのためにはちゃんと自分のやった研究はこういうものですということを伝えておくっていうのがやっぱり必要になってくると思います。ですから論文はやっぱり書いた方がいいんだと思いますね。僕もコメントすると、僕自身もなんか研究ゴムとかの研究っても本当に1940年代50年代の今読んだりもするので、なかなか進まない分野なので、そういう意味ではそれ論文書いててもらわないともう全然継承されないという意味では、
ちゃんとなんか後世に継承するためには必要な感じかなという感じはしますね。他の人だけじゃなくて、はい、自分の昔書いた論文も論文が書いてあるから後になって読み直して、あ、そうか、確かにそういうことだったなって思い出せるんですけど、はいはい、そうじゃないとそれも、はいはい、忘れちゃったら分からなくなるってこともやっぱりあるので、自分のやったことですらやっぱり書いとかないと残っていかないっていうのは事実です。いや、全くあるあるだと思いますね。研究者あるあるだと思うんです。はい、次の質問に行きます。ダークマターの、SIMV SIMV の研究みたいに共同研究をするときにリーダーや役割は誰がどうやって決めるのですかという質問が来てます。それは本当にまちまちですよね。その集まった人たちのそれこそ性格を含めてそれぞれの個性っていうのはやっぱ出てくるので、で、まあ、大抵の共同研究の場合にはこの人がリーダーですっていうのははっきりしている共同研究よりもみんなでやってできたっていう経験の方が多いですかね。でリーダーって言ってもそのどういう意味でリーダーかっていうのを間違ってて、その最初にこれやろうよっていうことを言ったらリーダーかっていうと、実際にそれを やってみるっていう人の方がリーダーかもしれないし、リーダーって言ってもいろんな意味のリーダーっていうのがあるので、それぞれ自分の持ち味を生かしてやるっていうのがその共同研究の一番いいスタイルだと思います。なんかその似た質問が来てても、一個チームで研究するにあたって気をつけていることはありますかという質問があります。うん、チームで研究するときに気をつけているのはみんなそれぞれちゃんと自分 のやれることをできるような環境を作ることです。例えばそのこうじゃないかって言ったことが、まあ、正直言って初めからもう明らかに間違いだってこともあるわけですよね。でもさっき言ったみたいに何が間違いかっていうのをはっきりさせるっていうのは研究のプロセスの中で大事なことなので、それは間違ってるって気にしてるんじゃなくて、そういう考え方もあるかもしれないけどこういうところを考えたらどうなのかっていうと、その本人も間違いに自分で気づいたりするわけですよね。だからできるだけそのみんなが自分で参加できるっていうそういう気持ちを持ちながら共同研究できるような環境を作るっていうのが大事かなと思ってます。はい、で特にこれも残念ながら事実として女性の研究者はなんかそういうふうにその男性の研究者に切り捨てられるような経験を持つ人が結構いて、その結果女性の研究者少ないっていうのが現実にあるの でそうならないようにちゃんとみんな その持ち味が活かせるような環境を作らなきゃいけないと思いますし、私の今アメリカで持っている学生は4人いるんですけど、2人が女性 で2人はトランスジェンダーなんですよね。でそういう人も研究をやることについて別に関係ないじゃないですか。でそれでもいいんだっていうそういう気持ちになれる環境を作れるようには努力しています。次の質問いきます。作った論文を、まあ、書いた論文と執筆した論文を別の論文で参考文献にしてもらうと嬉しいものですかという質問です。そうですね、やっぱり嬉しいのはその自分のやった研究っていうのをまずもちろん知っててもらえて認めてもらえた、でそれだけじゃなくてその研究があったからその人の研究ができたんだっていう、その時に初めてこう引用してもらえるものなわけで、やっぱり評価されたなっていうことはすごく気持ちの支えになりますよね。自分のやってることがだからそれこそブラックホールに物を捨てるんじゃなくて、はい、本当に周りの人にちゃんと影響を与えていて、うん、で分野全体としての進歩に貢献してるんだなっていう気持ちになれるっていうのはとても嬉しいですよ。うん、これ最後にしようと思うんですけど、質問ですけど、 IPMU では物理学と数学の研究者が一緒にいるということですが、物理学と数学の研究者が共同で論文を執筆することはあるのでしょうか。実際にそう出てますね。物理学者にとってはやっぱり数学っていうのはその物理をやるための言葉なので、数学者に教わるっていうことはすごく多いですし、で数学者は逆に物理学の問題っていうのをインスピレーションに使って数学の問題をやっていくっていうことが結構多いと。で実際数学者と物理学者が一緒に論文を書いている例っていうのは IPM で何遍も出てます。ありがとうございました。たくさんの質問にお答えいただいて、まだ実は残っているんですけども、もうそろそろお時間ですので、はい、わかりました。それでは最後に村山先生に学術研究を志す中高生に向けてメッセージをお願いします。メッセージね、何言ったらいいですかね。やっぱ研究っていうのはすごく人間らしい活動だと思うんですよ。なんかこう研究者っていうとこのイメージとしてはこう瓶底眼鏡で髪の毛くしゃくしゃで白衣を着ててなんか人間性がなくて機械的にこう動いてるみたいなそういうイメージあると思うんですけど、私の髪の毛くしゃくしゃですが、でもすごい人間的な活動で、さっき言ったみたいな競争もあるし仲間もできてすごい嬉しいですし、今になってみると本当に世界中にどこの国に行っても仲間がいるみたいな感じで、それやっぱ楽しいですよね。でそういうでしかも分かった時のそのアルキュメデスみたいに裸で出たくはないけども、その嬉しさっていうのはやっぱり研究の原動力になっているので、やっぱ人間が人間として発展してきた理由っていうのはその好奇心だと思うんですよ。で例えばその火を使えるようになったっていうのは、普通の動物は火があったら怖いから立ち寄らないと。
でも人間はその火をこうじっと見て、あ、これで肉を焼いたらうまいじゃないかと、だったら火を自分で起こせないかといろいろやってみる。でそういうことを、まあ、ある意味で怖がらずにやったから火を使えるようになって文明が育ってっていうことだと思うので、その研究をする気持ちっていうのは本当に人間らしい活動だと思います。ですからそういうものをすごく大事に楽しんでやってほしいなということを思います。こんな感じでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、私もなんかメッセージ言っていいことにメッセージ言いますと、まあ、この今回その研究のできる出来方かについて、まあ、村山先生もお話しいただいたんだけど、まあ、改めて思ったことは特に質問であった中高生がですね研究者になりたいというときに、まあ、どうやってトレーニングしたらいいのかっていう話はやっぱ研究やってみることかなっていう気がしていて、要は別に論文にならなくてもいいので、まあ、その研究部でもいいし、なんか自分の自主研究でも何でもいいと思うので、まあ、まずはその大学の勉強を先にじて勉強するのも大事だけども、それじゃなくて、まあ、自分で何かいろいろ考えて自由に研究をしてみるということがいいのかなというふうに思います。はい、それではこれで終了させていただきたいと思います。村山先生、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。